で、あとこれを読みながらね、うん、あの僕またちょっと違うサイトとかで、はいはい、ソシオニクスでした。はいはいはい、あれやると、うん、僕あの ESFP あ FP FP になるですよ、うんうん、でそこはなんか願望も込みかと思って、うん、でもまあちょっとあの ESFP のところも読んでみようと思って、うんうん、ちょっとこのコミュニケーションのヒント、うん、ESFP のところもちょっと読まさせてもらいます、うん、はい、ESFP のところを見て、うん、ちょっとここも私なんかピンとくるというか、うん、俺はこっちかと思った ESFP, ESFP、うんうん、はい、ESFP は共感的なレスポンダー、素早く対処し反応する人、行動を起こし適応していくとあって、見出しがですね、うん、喜んで早速取り掛かりますあー、いいそうで、主機能は外交の S、うんうん、外交の、うんうん、感覚ですね、うんうん、外界では目の前の事実や細かいことに働きかけていく人、うんうんうん、で補助機能は内向の F、 内向のフィーリング、うんうんうん、自分の内面では、うん、自分の価値観からどのように行動するかを考える、うん、第3機能は T アシンキング、うんうん、発達していくにつれ行動の論理的な成り行きを考慮に入れていく人、うんうん、で劣等機能が内向の N 直感ですね、うん、発達上の課題はビジョンや長期的な見通しを持つことを劣等機能としているのが、うんうんうん、ESFP、うん、で ESFP のためのヒントとして挙げられているのが、うん、他の人は楽しいことが好きな自分と同じ方法で物事を捉えない、他の人は楽しいことが好きな自分と同じ方法で物事を捉えていない、具体的な目標や計画を立て それを守ることによって周囲に合わせてみる、プロジェクトの達成に注意を向けることで組織の貢献度を高めることができるだろう、抽象的なことを扱うスキルや忍耐強さに対して興味が足りないかもしれない、この人、うん、抽象的なことを扱うスキルや忍耐強さに対して興味が足りないかもしれない、うん、積極的に視野を広げ論理的、うん、長期的な影響も含めて考えるように、うん、考えられるようにしてみる、うん、でここを読んだ時にですね、うん、なんか昨日のその、うん、分かってるのは体調で、うん、この人分かってない、うん、ってなった時の僕を思い出したんですね、うん、あれってその、うん、要はここって、うん、なんとなく抽象的なことを扱ってるところじゃないですか、はいはい、うんうん、あいたたたたってちょっとなったんですねあまあそれ、まあそうかもしれないですよ、この本が言ってるみたいな感じじゃないですか言う、うん、はい、あとは独自路線を行くやり方を上への挑戦として、うん、または規則の軽視として捉える人もいる、うん、問題解決の実践的で柔軟な対応が必要な面を周囲の人が理解できるように伝えてみる、うん、人とのやり取りを求めるため、うん、他者の仕事を邪魔してしまうことがあるかもしれない、うん、課題から気をそらして乱されてしまったと感じる人がいるかもしれない、うん、じっくり考えられる静かな時間を持てるように配慮してみる、であとは、今起こっていることに目を向け、うん、気さくに楽しく対応するコミュニケーションの仕方を、真面目な話し合いが必要の時には我慢できないと感じる人もいる、うんうん、このような話が出た時には話をそらしたり避けたりしないようにしてみる、うん、っていうところをまた見た時にも、うん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 、僕はなんかその深刻な話になった時に、うん、なんかちょっと冗談を入れたくなるんですね、うんうんうん、なんかあおちゃらける、うんうん、あれあれ、 あとはその調和と連携を重視するため、うん、現実に起こっている人間関係の問題や対立に対処することには気が進まないかもしれない、うん、問題の原因に対処し複雑な問題を少しずつ解決できるようにしてみる、うん、あとは、客観性を伸ばし時間をとって、発展的なフィードバックを受け入れられるようにしてみる、うん、フィードバックの内容を
個人的に捉えないように気をつける。っていうのを読んだときにちょっとチクチクはしたんですね。なんかまるであれって今の僕に注意されてるみたいなと、っていうところでちょっとなんか新しいこのコミュニケーションのヒントシリーズが生まれた予感と、二等兵の今後の課題ですね。まあ何でしょう、行動すればいいじゃんって軽々しく言って、こうすればいい、こうすればいい、まあ、軽いって振られてましたよね振られてる、あとその請求にこの場を丸く収めようとする癖っていうのも、あ、なんか発展的に考えていくときにそれは邪魔かもしれないねっていうのはこの ESFP の人に対して共感的なレスポンダーですね、素早く対処し反応する人はなんか注意が必要なのかなって感じた点でございます。ES ですね、これは ES 2人とも、ES の人、はい、いかがでしょうかES に響くのかなと、響くかもしれないです、はい、要は ES っていうのは、まあ、実際起こっていることに対処する人、現実的に、っていう、あとはまあやり方が違うだけで、まあ、どっちも場を収めようとする感じがしますよね。そうですね、現実的に実際的に素早くみたいな、はい、ところがあるので、あのその辺は注意が必要かなと思っております。これはあの軽々しくではなく、今ちょっと染みております心に、ちゃんと、はい。